ございます。おはようございます。今日のね、インターナショナルフードフェアとっても楽しみにしています。皆さんの料理での腕を、ね、期待しておりますので、どんな美味しいものが食べれるか楽しみにしています。頑張って、ね、やってください。よろしくお願いします。はい、おはようございます。今日は皆さんの美味しいという顔が見たいなと思って、我々もたこ焼きを作ります。美味しいはネパル語はミト、ベトナム語ははい、ワイクワイクワイク。そしてスペイン語の言葉はモージャこの言葉を聞きたいなと思って頑張ります。皆さんもよろしくお願いします。1971年に戦争があって、そこから私たちパキスタンから買ってこの国を取り戻した。フードはネパールの輸出によって今の時代より1583年前ネパールの6人で生まれました。いろいろな場所といろいろな人が住む国です。小さくても 人は文化がたくさんある国です。ベトナムの首都はハノイで、主な言語はベトナム語、通貨はベトナム語です。混ぜて、バングラデシュの料理はちょっと辛いかもしれません。あ、辛い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 。辛くない。小さいお豆を潰してお砂糖と一緒にしたのです。
で、これ先生たちよく頑張りましたね、はい、ありがとうございます。以上です。最初はグーじゃんけんぽい。おー、今日はインターナショナルフードフェアとってもね楽しかったですね、ベトナム、ネパール、バングラデシュ、そして日本の料理が皆さんそれぞれ隠れてね、それぞれの良さがあって美味しかったと思います。美味しかったですね、皆さん美味しかったでしょ。はい、さすが満点ですね。またね、あのコロナでなかなかできませんけど、こんな行事がねできて皆さんとこういった交流をね止めればなと思いました。本当に今日は楽しかったです。皆さんありがとうございました。皆さん今日は美味しいご飯をありがとうございました。バングラデシュの料理は王者でした。ありがとうございます。ネパールの料理はミトでした、ベトナム料理はモーでした、とっても美味しかったです。なのでね、皆さんこうやって皆さんの顔を見てね、食事をする、たくさんでみんなで食べる、これ一番楽しいことです。今日は本当にありがとうございました。本当に皆さんありがとうございました。皆さんが頑張ってくれたおかげでとても楽しいお料理がいただいています。